人形劇。今日はアンクルピックとアンティーピック、いとこのクロエの家に行きます。きっと今日もアンクルピックはランチを食べた後に居眠りするんだろうな。ダディピック、自分のお兄さんをそんな風に言わないの。それに子供たちの前よ。本当のことだろ。アンクルピックはいつもランチを食べ過ぎて居眠りするんだ。こんな風にいびきをかいてね。なあペッパー、ジョージ、今ダディが言ったことは内緒だぞ。はい、ダディ。アンクルピックとアンティーピックの家に着きました。アンティーピック、アンクルピック、いらっしゃい。みんなよく来たね。いや、元気かい兄さん。アンクルピックはダディピックのお兄さんで、クロエはペッパとジョージのいとこです。こんにちは、クロエ。こんにちは、ペッパにジョージ。見せたいものがあるんだ。待って待って。見て、これ人形劇のステージよ。うちのパパが作ってくれたの。うわ、お人形は私が作ったの。このお人形はクロエよ。こんにちは、私はクロエピック。で、こっちは私のパパ、アンクルピック。やあペッパ、私はアンクルピックだ。クロエ、私たちもお人形さんを作ってもいい？いいよ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え、ダイナソー？ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった、怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた、怖いダイナソーだよ。ガー。みんなランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。アンティーピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵、用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは、私はクロエ。私はペッパよ。ガー。キャー、ダイナソーよ。怖いダイナソーよ。キャー。ガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。やあペッパ、ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。アンクルピック、これから居眠りをするんでしょ。それでいびきをかくんだよね。どういう意味だい？ダディが言ってたの。アンクルピックはいつもこんな風にいびきをかくって。ほうほう、あ、その通り、いつもこうなんだよ。もうダディピッグ、あなたがあんなこと言うからよ。ダディピッグもアンクルピッグも聞いてないみたい。ダディピッグとアンクルピッグは居眠り中。本当によく似てること。ん？どうなった？ん？人形劇はいつになったら始まるんだ？庭でボール遊びをするジョージ。ペッパも遊びたいようです。ジョージったらそうじゃないでしょ。
のよ。こうじゃなくて。これジョージの真似。ペッパがジョージをからかっています。ジョージ待って、戻ってきて。ペッパはふざけているつもりですが、これはやりすぎ。ペッパ、ジョージに意地悪しないの。違うよ、ボール遊びを教えてあげてたの。本当に？それならゲームをしながら教えてあげるといいわ。ピギーインザミドルをしましょう。ペッパ、あなたはボールを持ってそっちに立って、ジョージ、あなたはそこにいてね。いい？じゃあ二人でボールを投げ合って、マミーがピギーになってそれを取ろうとするから。マミーはピギーインザミドル。いくよ、ジョージ。ああ、取れなかった。ジョージがボールをキャッチ。すごい。その調子よ。じゃあボールを投げ返して。はい、もう一度。ああ、もう一度。ジョージはペッパにボールを渡すことができません。ほらジョージ、ボールをちょうだい。あら。ジョージったら。私もそれやろうっと。ペッパもジョージの真似をしますが、体が引っかかってしまいました。ボールはいただき。ペッパ、今度はあなたがピギーよ。ジョージ、行くわよ。すごい。取った。ジョージ、あなたがピギーよ。ジョージ、行くよ。ボールを取るのよ。ほら、取って。ジョージ、取ってね。ボール取ってね、ジョージ。わーい。あら、まあ、ペッパ、ジョージにそんなことしちゃいけません。ごめんね、ジョージ。何の騒ぎだい？ダディ、ジョージはちっちゃいからピギーができないの。大丈夫、ジョージにもできるよ。ちっちゃくて無理だよ、見てて。ジョージ取って。やったダディったらずるい。ずるくないさ、ダディとジョージはチームなんだ。マミー、私とチームになってくれる？もちろんいいわよ、ペッパ。ジョージ投げて。いくよ、ジョージ。ペッパはボール遊びが大好き。ジョージもボール遊びが大好き。みんなボール遊びが大好きです。変装ごっこ。ペッパとジョージはマミーたちの部屋で遊んでいます。これなんだろう。箱には古い服が入っています。うわぁ、こっちダディの帽子だ。こっちはマミーのワンピース。ジョージ、これを着てマミーとダディに変装しようよ。はい、ダディの帽子。それとダディのコート。こんにちは、ダディピッグ。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピッグ、
つはどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。とっても綺麗よ、マミーピック。サタデーピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ？挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん。私はマミーピック。そうね、そうだった。どうもマミーピック。こんにちは。こっちはダディピックよ。ジョージ。あら、こんにちはダディピック。ちょっと失礼。私仕事があるの。もしもし。そうよ、あれとこれお願いね。違うわ、ありがとう、さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。待ってね、ダディピッグ、すぐ終わるから。はい、おしまい。さあダディピッグ、あなたのお仕事に行きましょう。じゃあね、マミーピッグにダディピッグ、さよなら。ダディピッグは庭で穴を掘っています。やあペッパ。やあジョージ。ペッパじゃないよ、私はマミーピッグ、こっちはダディピッグ。ダディピッグは仕事をしに来たの。それは助かるよダディピッグ。でも気をつけて、深い穴だからね。でも一番いい服を着て穴を掘るのはやめた方がいいんじゃない？私も大きな音を出してみたいな。さあアイスクリームよ。アイスクリーム？ペッパ、ジョージ、食べる前にその泥だらけの服を脱ぎなさい。私はマミーピックで、こっちはダディピックなの。本当に？そうだよ。じゃあペッパとジョージはどこなの？知らない。残念ね、二人の大好きなアイスクリームを持ってきたのに。いないなら、これはここにいるよ。ペッパ、ジョージ、あなたたちだったの？そうよ、マミ、私たちマミーとダディに変装してたの。すっかり騙されちゃったよ。大嵐。今日はとってもいいお天気。ペッパとジョージはお庭でピクニックです。はい、オレンジジュースよダディ。なんて言うんだっけ。どうもありがとうペッパ。どういたしましてテディ。はい、オレンジジュースよミスターダイナソー。なんて言うんだっけ。ガウー。どういたしましてミスターダイナソー。テディとミスターダイナソーもクッキー食べる？お腹空いてないから。ペッパとジョージで全部食べていいよ。ありがとうテディ。今のは何の音でしょう。ペッパ、ジョージ、急いでお家に入りなさい。マミ、今の大きな音は何？雷の音よ。この音がしたら嵐が来て、たくさん雨が降るの。早く雨が降る前にお家に入って。焦らなくて大丈夫だよ、雨雲はまだまだ遠い。空はどんどん暗くなっていきます。嵐がやってくるのです。
ペッパ、ジョージ、お庭におもちゃを置いてこなかった？ダイナソー。よかった、ミスターダイナソーは大丈夫ね。ダディをお庭に置いてきちゃった。雨で濡れちゃう。大丈夫だよペッパ、ダディが助けに行ってくる。じゃあ急いでダディピック、今にも雨が降り出しそう。嵐のことならよくわかってるよ。まだしばらくは降らない。ほらやっぱり、まだ当分雨は降らない。テディかわいそう、びしょびしょになっちゃった。ほんとかわいそうね。乾かしてあげましょう。テディかわいそう。もう大丈夫、乾いたわよ。あ、くし、ダディはかわいそうじゃないのか。すっかりびしょ濡れだよ。あら、ごめんなさいダディピッグ、すぐ乾かしてあげる。はい、いいわよダディピック、すっかり乾いたわ。お家の中にも雨が降ってる。床が濡れちゃうよ。大変、どうしましょうダディピック。心配ないよ。ダディピックは床にバケツを置きました。さすがねダディピック。朝飯前だよ。なんだ。急いで、その下にも何か入れ物を置きましょう。えらいぞペッパ。朝飯前だよ。マミ、今の雷すっごい音だった。二人とも怖がらなくても大丈夫だよ。光ってから音がするまで数を数えましょう。数がたくさんなほど雷が遠くへ行ってるってことだ。1、2、3。今のは3だ。1、2、3、4、5。今度は5だ。さっきより雷が遠くなった。嵐はもうおしまいね。やったー。嵐で庭には泥んこの水たまりができました。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。私嵐って大好き。泥んこの水たまりができるんだもん。パシッ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 。車のお掃除。今日はみんなでドライブに出かけます。みんな準備はいいかな。いいよ。ダディピック、準備 OK よ。でも車は違うみたい。降りて見てごらんなさい。こんなの大したことないよ。中の方がもっと汚い。へへへへ。ダディは困った汚し屋さん。ダディは困った汚し屋さん。このゴミを見て。新聞？ダディのだ。お菓子も。それは私の。ミスターダイナソー。ダイナソーガウ。ドライブの前に車をお掃除しなくちゃ。わかったよマミーピッグ。マミー、お掃除手伝ってもいい？もちろんよ。やったダディピックは洗剤と水を入れたバケツを用意します。ダディピックが車の屋根を、マミーピックがボンネットを、ペッパがドアをきれいにします。ジョージは窓を掃除したいのですが手が届きません。まあジョージ、マミーが手伝うわ。おやおや、水たまりにスポンジを落としてしまいました。ジョージ、また車が泥んこになっちゃうよ。
泥んこ洗い流すね。ペッパー、その水は泥んこなんだよ。おやおや、ペッパーは車に泥んこの水をかけてしまいました。ああ、大丈夫だよ、ホースを使って泥んこを洗い流そう。わいわい、私がホース持っていい？ペッパがホースを持って、ダディピックが水を出します。水が出ないよ。わあ、ペッパやめて。ごめんなさいマミ。あれ、あ、ダディピック、水を止めてちょうだい。うん、慌てなくて大丈夫。みんなびしょ濡れです。車は洗えたようだな。私たちまで一緒にね。車を磨いてるから乾かしておいで。じゃあ後でね。ああ、後でな。車は顔が映るほどピカピカになりました。面白い顔です。おっと、面白い顔が増えました。ペッパとジョージです。マミーピックも。すごいわ、車がピカピカね。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。乗って、マミーが運転するわ。みんな準備はいいかな？オッケー。それじゃあ出発。今日は車をきれいに使いましょうね。はい、マミーピック。はい、マミーピック。マミー、今度はマミーが車を汚しちゃったね。汚し屋さんだな。マミーは困った汚し屋さん。暑い夏の日、太陽が照りつけて今日は暑くなりました。よく晴れて暑いわね。ペッパとジョージは長靴を履いて泥んこの水たまりへ。泥んこの水たまり大好き。あれ？おやおや、日差しが強いので水たまりが乾いてしまいました。マミー、ダディ、水たまりが全部乾いちゃって飛び込めないの。大丈夫よペッパ、今日は暑いから代わりにビニールプールで遊べばいいわ。やった、ビニールプール。それじゃまずは水着に着替えないとね。はい、マミペッパとジョージが水着を着てきました。マミーピックも水着を着ています。そしてダディピックも水着を着ています。日差しが強いから日焼け止めを塗りましょう。ベタベタして気持ち悪い。それくらい我慢しないと。そうよ、今日はみんな日焼け止めが必要ね。行こうジョージ。ビニールプールに空気を入れるぞ。ダディピックが空気を入れます。朝飯前だよ。ペッパがホースを構えると、マミーピックが蛇口をひねります。お水が出ないよ。ペッパとジョージはビニールプールが大好きです。アイスクリーム屋さんだ。アイスはいかが？
暑い時期、ミス・ラビットはアイスクリームを売っています。マミーダディ、アイスクリームを食べてもいい？そうね、今日はとっても暑いから食べてもいいわよ。やったダディの分も頼んだよ。みんなアイスクリームが大好き。こんにちは、マミーピックとペッパにジョージ。どうもミス・ラビット。どのアイスクリームにする？じゃあコーンに乗ってるのをください。はい、どうぞペッパ。ありがとう。じゃあ私とダディの分もコーンでお願いします。さてジョージ君はどれがいいのかな？ダイナソー。ダイナソー？ジョージったら、ジョージは何にでもダイナソーって言うんです。そう、ちょうどよかったわ。ダイナソーの形のアイスキャンディーがあるのよ。ダイナソーガウ。ジョージ溶けちゃうから早く食べなさいね。ダイナソー。ダイナソーのアイスキャンディーが気に入ったジョージは食べようとしません。ありがとうミス・ラビット。夏を楽しんで。ジョージ早く食べないとダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落っこちちゃうわよ。おやおや、ダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落ちてしまいました。泣かないでジョージ、ダディの分けてもらいなさい。きっといいよって言ってくれるわ。暑い中ダディピックは眠ってしまいました。ダディピック暑そうね。お水をかけて冷やしてあげようよ。それがいいわねペッパ。うわぁ、なんだなんだ。赤い顔して暑そうだったから。お水をかけてあげたの。うん、そうか、ありがとうペッパ。見て、水たまりができてる。行くよジョージ、長靴を履いてこよう。ペッパとジョージが長靴を履いてきました。二人が何よりも好きなのはやっぱり水たまりで飛び跳ねることです。マミーピッグが持っているのはペッパとジョージの写真。新しく撮った写真を壁に飾りましょう。ああ任せて、ダディは DIY の名人なんだぞ。本当に頼んで大丈夫？もちろん、壁に釘を打って写真をかけるだけだろ。お願いね、グランマたちの家に行ってくるから、あとはよろしく。それと散らかさないでね。任せて。じゃあね。いってらっしゃい。タジ、私たちもお手伝いしていい？じゃあよく見てて、どうやるのか覚えるんだよ。まずはメジャーを取り出す。それと鉛筆。よし、ここに釘を打つとしよう。壁を壊さないでね。今度はハンマーと釘を取り出す。危ないからそこで名人の技を見ていなさい。ダディピックが壁に釘を打ち込みます。壁を壊さないでね。壊すわけないだろう。簡単簡単。おっと、ひびが入っちゃったぞ。壁に大きなひびが入ってしまいました。もうダディ壁を壊しちゃったじゃない。これくらいわからないよ、写真を飾っちゃえば。ほらね。でもひびが見えてるよダディ。そうだな、一旦釘を抜いてひびを直そう。散らかしちゃダメだよダディ。大丈夫だよペッパ、すぐ抜けるから。うわダディ、本当に壁を壊しちゃったじゃない。マミーに分かっちゃうよね。あ、きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ早く。何をしに行ったんだろう。ダディここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。あ、
よし次にレンガをセメントで固めます簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やったでもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ。もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり何をしていたの？別に何も確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの？ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。いいわ、マミーは名人じゃないけど、これくらいなら簡単。できた。確かに簡単そうだな。ダディがやった時は大変だったのにね。しっ、ペッパー、それは内緒だ。ダディ、運動する。マミーピックがテレビを見ながら運動しています。はい、手足を曲げて伸ばして、曲げて伸ばして。テレビって最高だよな。何の番組だい？体を鍛えるエクササイズの番組よ。ダディには関係ないな。ダディの体は完璧。でもそうは見えないよ、ダディ。その音が大きすぎるでしょ。すごいんだぞ。見せてやろう。どうすればいいんだ？つま先に触ってこうやるの。簡単。ダディ、つま先に手が届かないふりしてもダメだよ。ふりをしてるわけじゃないんだけど。ダディピックは本当に手が届かないようです。そうなの、ダディ？それは良くないね。少し運動した方が良さそうだな。そうだよ、ダディ。よし、やるぞ。明日から。ダディピック、今すぐ運動しないとダメよ。大丈夫よ、ダディ。私が手伝ってあげる。そうだな、頼むよ。ペッパ、お前がダディのコーチだ。何からやればいい？じゃあ、最初は腕立て伏せね。簡単だ。1、2。どうだい？上手だよ、ダディ。それじゃあこれをあと100回やってね。100回もやるの？そうだよ。ペッパー、ランチの準備を手伝って。ダディも手伝うよ。ダメだよ、ダディ。ダディは腕立て伏せを100回やるの。マミーピックとペッパとジョージはランチの準備中。ダディピックは腕立て伏せを続けています。ダディすごく頑張ってるね。頑張りすぎないといいけど。見に行ってくる。13 14 15 16 17。ダディったらズルしてる。腕立て伏せしてないじゃない。なあ、その面白そうなテレビをやっていたんだよ。怠け者ね。マミーが前に使ってたエクササイズバイクはどう？なあ、これなら楽しそうだ。自転車を漕ぎながら大好きなテレビを見られるぞ。やっぱりダメだな。自転車がうるさくてテレビの音が聞こえないよ。だけど何か運動しなくちゃ。わかった、私の自転車使えばいいよ。そうね、外の空気を吸った方がいいわ。ダディがペッパの自転車に乗ります。ダディ、これがペダルで、これがブレーキで、これがベルね。わかってるよ、ペッパ、ありがとう。じゃあな。楽ちん楽ちん。体を鍛えるのは大変です。これなら漕がずに鍛えられるぞ。
どんどんスピードが上がります。おう、スピードを落とさないと。あー、ブレーキが効かないぞ。助けて。あー、おー、ダディピックはまだ戻ってきません。マミ、ダディどうしたのかな。大丈夫よペッパ、ダディはきっと楽しくてつい遠くまで行っちゃったのよ。ダディどこへ行ってたの。行きはピューッと走って降りたんだけど、帰りは自転車を押して上がってきた。まあ大変だったわね。とにかく運動はできたよ。ええ、今日の分は。どういう意味。明日はもっと運動しないとね。ダディ、体を鍛えるなら毎日運動しないといけないんだよ。嘘だろ。大丈夫よ、ダディ。私がコーチしてあげる。ほんと、厳しいコーチだ。お留守番。マミーピックとダディーピックがお出かけするので、グランマたちがお世話をしに来てくれました。グランマピック、グランパピック、グランマ、グランパ、二人ともこんばんは。おお、来たぞ。ペッパ、ジョージ、ほらベッドに入りなさい。おやすみ、ペッパにジョージ。おやすみなさい、よく寝てね。おやすみなさい、マミー。おやすみなさい、ダディ。なんて可愛らしいんでしょう。いい？すぐに眠るのよ。はい、マミー。本当にいい子たちだこと。マミーピックとダディピックが出かけて行きました。ペッパとジョージは本当にいい子たちね。マミピッグに言われた通りすぐすやすや寝てくれて。今夜の留守番は楽そうだ。ジョージ、ジョージ、ねえ起きてる？一体何の音でしょう。ちょっと様子を見に行った方が良さそうだな。ペッパ、ジョージ、起きてるの？あらま、驚いた。もう寝てたのね。そうか。それならさっきの音はペッパとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあテレビでも見るとしよう。ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。グランマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったアイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。はあ、このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえあれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああ、いいぞ。だが一回ずつだけだぞ。そうで、いや随分と重くなったもんだ。
やあ、次はジョージの番だ。それ。次は私。それ。もっと高く。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった。じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。あはい、鬼捕まえてごらん。捕まえないよ。ほら捕まえちゃうわよ。マミーピックとダディーピックが帰ってきました。二人ともちゃんと寝てるかしら。ただいま。誰もいないのかい。子供たちもよく寝てるけど、グランパたちもぐっすりだ。学校のお祭り。今日は学校のお祭りの日です。ペッパは楽しみにしていました。友達の猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。みんなこんにちは。こんにちは、ペッパ。学校の祭り大好き。私も。何が一番好き？ねえ。フェイスペイント。僕は風船。僕は後ろのトランポリンが一番好きだな。私は全部好き。それは賢い答えだな。じゃあまたね、ペッパー。あとるね。ジョージ、お前はどれが好きかな？ダイナソーか。あら、ジョージ、学校のお祭りにダイナソーはいないのよ。じゃあダイナソーの風船を探してみよう。まあ、ダディピック、ダイナソーの風船なんてあるの？ああ、きっとあるよ。その前にジョージとフェイスペイントに行ってもいい？ああ、もちろん。ミスラビットがみんなの顔にトラを描いています。できたわよ、スージー。これでトラさんそっくり。ありがとう、ミスラビット。ねえ。うわ、スージー、そのお顔いいね。それって子猫ちゃん？違う、私はトラよ。ねえ。ペッパ、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ゾウさんがいいな。困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよ。それじゃあトラさんがいい。はい、ペッパ、トラさんになったわよ。私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーか。ダイナソー、トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ。私はトラよ。僕だって。ミャオ。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラは大きな猫だもん。ミャオ。私も猫だからね。キャンディ、トラのこともっと教えてくれない？いいよ。トラってね、ゆっくり静かに歩くの。で、それからジャン。ゴー。ゴー。ゴー。あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それとトラって、ご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらま、みんなトラさんなのね。私がみんなにトラのことを教えてるの。ガオトラさんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな、ダイナソーの風船を探しに行こうか。みんなに買ってあげるわね。やったどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけど、どれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞ。ペッパ、カンガルーのをください。ライオンをお願いします。お猿さんがいいです。オウムをお願いします。はいはい、どれもありますよ。いよいよジョージの番だな。すみません、ダイナソーの風船はありますか？どうしましょう、ごめんなさい、ダイナソーの風船はないんですよ。大丈夫だよ、いい考えがある。細長い風船を2つください。みんなよく見てて。ダディピックは何をするのでしょうか。
できた。これが何かわかるかな。もしかしてカンガルー違うよ。これはダイナソー。その通り、ダイナソーだ。風船でダイナソーを作ったのです。ガオー、ダイナソー。次はお城のトランポリンね。ペッパはトランポリンで飛び跳ねるのが大好き。みんなもトランポリンが大好きです。こんなに楽しいお祭りは初めて。秘密。マミーピックがペッパに特別な箱をくれました。ペッパ、この箱はあなたのために作ったのよ。ありがとう、マミー。これは秘密のものを入れておく秘密の箱なの。それってどんなものを入れればいいの？それはあなたが決めるのよ。あなたの秘密の箱だもの。私何を入れるか決めた。そう、でも言わないでね。うん、言わないよ。ジョージにもダディにも。だって秘密なんだもん。ジョージ、これ秘密の箱なんだ。空っぽなの。だからこの中に入れるものを探さなくちゃ。ジョージは手伝う気満々です。ダメよジョージ、何を入れるか私が決めるの。私が選んでる間お外で待ってて。ペッパは秘密の箱に入れるものを選びます。秘密の箱がいっぱいになった。ジョージ、中を見ちゃダメだからね。ジョージは箱の中身が知りたくなりました。知りたいなら当ててみてもいいよ。ダイナソー。ペッパがダイナソーを入れたと思ったようです。もうジョージったら、なんでもダイナソーって言うんだから。でもダイナソーは大きすぎてここには入らないよ。ジョージには箱の中身がわかりません。ダディピックは絵のお掃除中。ダディ、これ私の秘密の箱よ。マミーが作ってくれたの。ああ、それはよかったね。何を入れたの？秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ふん、ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああ、そうか。ダディったら、もっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。はずれ、2回間違えてから大割り。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった。どうせ思ったのダイナソーでしょ。違う。箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパ、あなたが箱の中を見せてあげればジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ1-3で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1-2-3。ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。まあ素敵ね。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？ドーナツをしまうんでしょ？冷蔵庫？外れ。もっといいところだよ。お腹の中だ。おいしいよ。私もドーナツお腹にしまおうっと。
マミーも。たこ揚げ。今日はとってもいいお天気。ペッパたちは公園にやってきました。たこ揚げをしに来たのです。まずはジョージが挑戦します。ジョージは一生懸命走ります。でもタコは上がりません。ジョージ、そんなんじゃダメよ。もっと速く走らなきゃ。次は私の番。ペッパも一生懸命走ります。やっぱりタコは上がりません。タコは風がないと上がらないんだよ。早く走っても無理だ。そうなの？風が出てくるまで待つしかないわね。そう。見て、風が吹いてきた。この風ならタコが上がりそうです。風が強くなってきました。どんどん強くなっていきます。ジョージ。うわー、ペッパ、ありがとう、ダディ。ダディピックがタコをあげます。わーい。もっと高く。ダディピックはタコ揚げが上手です。すごい。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。ほら、木があるわよ。タコが引っかかったら大変。大丈夫さ、そんなヘマはしないや。おやおや、タコが木に引っかかってしまいました。参ったな。大丈夫よ、ジョージ。ダディがタコを取ってくれるわ。わーい。あー、そうだね。また、ドロンコの水たまりだ。ペッパたちはドロンコの水たまりが大好き。取り込んでもいい？お願い。ダメよ、泥だらけになっちゃうでしょ。二人とも下がってて。気をつけてね、ダディピック。大丈夫、任せといて。落ちないでね。もうちょっとだよ、ダディ。ダディピック、重すぎるから枝が折れちゃう。平気だよ、ダディはそんなに重くないんだよ。ほら、やった。ダディピックがタコをつかみました。おやおや、みんな泥だらけ。ただの泥んこだよ。ダディピックに怪我はないようです。無事にタコも取り戻しました。やったマミー、もうドロンコの水たまりに飛び込んでいい？そうね、いいわよ。もう泥だらけだものね。お洗濯はダディがやってくれるでしょうし。ペッパとジョージはドロンコの水たまりが大好き。マミーとダディもドロンコの水たまりが大好き。みんな水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。ドロンコの水たまりで遊ぶのはタコ揚げと同じくらい楽しいものです。私の誕生日パーティー。今日はペッパの誕生日です。まだとっても朝早いのですが。私の誕生日。
私お誕生日よ。はあ、お誕生日パーティーをするよ。ダディがマジックのショーをやるの。行こうジョージ、マミーとダディを起こさなきゃ。マミーとダディはまだぐっすり眠っています。私のお誕生日よ、押して。おう、なんだ、今何時なの。とっくに朝よ。まだ朝の5時じゃないか。そう、もう今日が始まってるの。わかったわ、お誕生日を始めましょう。やったマミーとダディとジョージからペッパにお誕生日プレゼントです。ハッピーバースデーペッパー。うわ、なんだろう、お人形のドレスだ。ダディが着られない。どうもありがとう。どういたしまして。テディが女の子だったとはね。ダディったら、テディは女の子よ。とっても素敵なドレス、ありがとう。どういたしまして。よこしちゃダメだよ。この後何するか知ってる？知ってる。お友達が来てパーティーをするの。ダディがマジックショーをしてくれるの。みんなマジシャンがダディだとは気づかないよ。ダディはマジシャンのアメージングミステリオだ。メージンミストー。そうだ、アメージングミステリオ。ダディは1週間も前から練習をしてたのよ。お友達が来た。わーい。ペッパのお友達、猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。みんないらっしゃい。ハッピーバースデーペッパ。ねえ、ねえ、さあみんなパーティーの始まりよ。ダディピックがマジックショーを始めます。ペッパ、なんていうか覚えてる？皆さんご注目、こちらがマジシャンアメージングミステリオだ。わかったダディ。皆さんご注目、マジックダディです。イエーイ。まずはこのマジックから。アブラカダーブラ。うわ、テディだ。次のマジックは誰かにお手伝いしてもらいたいんだけど。私は一人だけでいいんだ。お嬢さん、手を貸してもらえますかな。あなたのお名前は？ねえ、スージーシープです。ではスージー、ここに3つのボールがある。赤と青と、そして黄色だ。わかった。この中の一つを選んでくれるかな。私は後ろを向いてるから。わかった。一つ選んだかい？選んだ。アブラカタブラ、君が選んだのは黄色だ。違う。アブラカタブラ青。違う。アブラカタブラ赤。当たり。そう、赤よ。すごい。このマジックダメね。ダディ全部の色言ったでしょ。シッ、ペッパー、誰にも言うなよ。もっとマジックを見たいかな。見たい見たい。目を閉じて。見ちゃダメだぞ。魔法の呪文を唱えよう。アブラカダブラ。アブラカダブラ。では目を開けて。やった、バナナのバースデーケーキだ。キャンドルを吹き消して。イエーイ、ハッピーバースデーペッパー。みんなありがとう。今までで一番素敵なお誕生日。かくれんぼ。ペッパとジョージはかくれんぼをしています。ジョージが隠れる番です。ペッパが数を数え終わる前に隠れる場所を見つけないと。1 2 3 4 5 6 7。ジョージは隠れる場所を見つけました。10。隠れたかな。行くよ。ペッパはジョージを探します。
見つけ。ジョージを見つけました。ジョージ、それじゃすぐ見つかっちゃうよ。次はペッパが隠れる番。1、2、3。マミーが数えてあげるわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいわよ、ジョージ。目を開けて。ジョージがペッパを探します。あれ？ペッパはテーブルの下にはいません。ジョージ、2階を探してみたらどうかな？ベッドの下にはいません。今のおかしな音は何でしょう？カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう？ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6。ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな？いくよ。あれ？ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい？どこにいるかわかった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ？カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう？ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ、見っけ。まあジョージ、いいところに隠れたわね。ジョージはダディピックの新聞の後ろに隠れていたのです。